それぞれについてお話をしていきたいと思います。まず A の活動の拡散傾向の問題です。でこれは実際にやっている人たちがどうもちょっとそういうふうになってて、木野先生と並んでその学生を取り込んだその教育改善と仕掛けた橋本勝っていう人が、これはいろいろ賛否いろいろありますけど、ちなみに橋本勝先生は京大の経済学部の出身の方ですから、割と結構適当なところもある人です。そのことで怒られます。それで、そういう人たちにはその FD っていうのを、その学生の力を広く引き出して伸ばすための大学として全ての取り組みっていうふうに解釈していますけど、これは僕はちょっと違うんじゃないかな。それはちょっとあなたたち英語の勉強しなさいよっていう、そういう話になります。でそれで対学生活動で実際の活動も、こういうその、拡大解釈の傾向を影響を受けているのか、活動がこうなったから解釈を変えちゃったのかちょっとわからないんですけども、学生に対する活動、学生にその矛先が向く活動というのは増えている。だから、それは2つのパターンがあって、その先生に言ってもなかなか先生たちも聞いてくれないし、もう言うのもやっぱ気使うししんどいから、学生だったら言いやすいし聞いてくれるしっていうので、その学生の方に向かうのパターン と、やってる子らっていうのはやっぱりそれぞれの大学の、その大学のレベルの差はあっても、やっぱりその中でやっぱしっかりしている子たちがやっぱり取り組むことが多いので、いや先生に文句言う前にまず学生がしっかりせないかんやろっていうことで、もともとはその教育授業とかについてどうですかっていうことで、それが言いたいことがあるっていうので参加したのにもかかわらず、やり始めたら、いやまず学生がなってないっていうことで学生をなんとか書きつけようという形で活動が変わっていっちゃったっていう、そういうパターンが、2つあるかなと思います。でそれはそれでいいんですけれども、別にそういう意味ではその学生がその変わるっていうのは、その教育が変わるっていうのがつながってきますからいいんですけれども、ちょっと気をつけないといけないのが、その学生の方に活動は全て向いちゃうと、教職員は何もしなくていいから、学生がまずあれだからっていうことで何もしない口実にもなるし、だからそういう意味ではそういう方向に活動が行ってくれてたら、教員の方も満足するから、そういう活動は栄えやすいとかいう、そういうところもちょっとあるのかなというふうに、実際に携わっていってちょっと懸念しているところで、それでそういう意味ではその、教育改善ということでちょっと FD だけじゃなくて FD 教育改善というのをちょっと広く捉えた場合、その最終的な目的がね、学生の学習の能力の主体的能力とか主体性の向上だっていうふうにするにしても、学生 FD とか学生教育改善に携わっている人が直接学生に働きかけるというのと、それから教職員の授業改善意識改革を通してそちらにやるというか、2つのルートがあると思うんですが、やってる方は2の方が楽なんですね。堅物の先生を説得するのを考えたら柔軟な学生の方に働いてるのが楽だし、教職員も自分たちは、ほとんど学生だけ変わってくれたらそれは楽だしなんですね。でもただ学生が学生に働きかけるだけだったらピアサポートと全然変わらないし、学生 FD っていうのは改めて名乗る意味がなくなってきますので、あと2だけでもそれ効果あるんだけど、それは先生方にも変わっていただいた方がそれは成果は倍増かどうかは分かりませんけど増えるだろう、単純な発想とかで効果は高いんじゃないかっていうことなので、それでいいのですかっていうのは日本は確かにあるという。でそれからあと活動成果をめぐる問題ですけども、これ実際今はその学生フリーというのをやって、こういう授業が変わりました、先生方がここに変わりましたっていうよりも、そのやってる子たちがこういうふうに変わりましたっていうのは実は強調されることがちょっと目につくということです。でそれは、もちろんその学生がちょっと言ってくれると大学は簡単に変わりませんし、で変える意思があってもいろいろとこの重要手順を踏んで話を通していかないといけないので、学生がこう、こうだからこうでしょっていうそんな単純な話じゃないので、やっぱりその辺 の時間感覚の違いから、やはりもうそちらちょっと弱気になってしまうところがちょっとあるんです。で実際に教育改善につながっているのがどうもはっきりしないというところが、何か変わっているような気もするけどでもはっきりはしないというのがある。だからその、成果があるんだよっていうのを言った時に、
ごめんなさい、その前にそのただ関わった学生というのはその個人の成長を感じているというのがあるというのは言います。これは名古屋大の事例研究が一つあって、その力先生と安田先生が2人とも亡くなったんですね、名古屋大が やったのは、まあ、学生はその関わった学生はその成果を感じているというのが、まあ、言われています。で、実際にも制度レベルあるいは、まあ、教員レベルで変わったというのも学生個人のレベルでの効果の方が実感しやすい。例えばその1回生に入ってそのわけも分からずにその議論をバーってやってたのが、自分が3回生になるとその後輩たちがちゃんとリードして会議を運営していたりとか、その、先生の手を合わせずにイベントをかなりの部分自分たちにもできるようになってっていうのを、まあ、振り返ってみたときに、あ、やっぱりなんか成長してるなっていうのを感じやすい。だから、教員たちもその学生をそのつなぎ止めておくためにほらねっていう形でそういう自分を成長できるんだよって強調したりするところもちょっとあったりしたんですよ。だとその学生不利に関わらず、その、まあ、学生を巻き込んだその、さまざまな活動ですね、まあ、地方の公立大学なんかの、教職員も普通で不足だし院生も少ないので、結構学部生をいろいろそういう巻き込んでいろんなその活動をやってるところ多いんですけども、まあ、そういうところでもやはり意識されているのは、関わってくれた学生さんもかなりのボランティアでやることが多いので、その個人がその得るものがあるというふうなことをまあ意識してやっているところがやっぱり増えている。でそれから制度的な改善の話に戻すと、やっぱりキーパーソンがいないとつながらないということです。で、その学生 FD を比較的制度的にやってる、あるいはある程度その、上とのつながりがあるようなところでも、結局学生が言ったものを上に押し付けている教職員がいないと、これはやっぱり改善につながらないというのは、どうもまだそのちゃんとまとめてはないんですけども、やってるところにいろいろ聞き取りをした感じだと、その、例えばこの人がつなぎ役になっている、教職員がいると、いう人がいないと、もうあ学生そんなに言ってるんですね、はい分かりましたで、ね、もう終わっちゃうというのは、これは常だ。何らか変わってるのはやっぱりそれを上げていって、そこでその大人の会議の場で強く主張する人がいるからやっていく。となると学生フリーって一体何なんだっていう話になります。まあだからそういうのがあるから、また学生言語主義のやつが何か言ってるっていうね、批判をされやすい。でこれは参考番組なんですけど、一応私のもとで私と一緒に活動してくれた三大 の卒業生で携わってくれた人に、まあ、ちょっと取って、まあ、成長を感じたというのは 100% だったので、まあ、これちょっと実践報告するときには使わせてもらっているやつで、研究報告では使わないんですけども、まあ、何らか の, 効果を得たという人は、まあ、100% なんですけど、まあ、その何が得られたかというのはちょっとその人によって違うけども、まあ、いろんな面でその、例えば先を見越しながら、計画を立てるものによって、まあ、かなり負けられたというところもありますし、仲間と協力して企画実行するものによっては身についたり、かなり身についた、まあ、まあ、身についたというのが結構多いですし、まあ、教育について考える機会が増えたというのも、まあ、こう皆さんそう言ってくれてますけど、まあ、下に行こうとするし、まあ、こういうふうにかなりの部分その、これをやることを学べたということは、まあ、多分これいろんなところで取れば、おそらく似たような結果は出るんじゃないかなというのは。でそれからあ と,、活動成果をめぐる問題、その、A との関係でちょ 活動の拡散傾向との関係でちょっと言いますと、その要するに、まあ、どうも活動が自己満足化、一般の課外活動化、自己目的化がしての傾向がどうもあるかなということです。もともとは学生の声を教育改善に反映させる、あるいは教職に投げかける、まあ、それでプラスで、学生自身にも問いかけていくという、まあ、そういう活動で大体どこもスタートしているはずなんですけれども、結果が見えないとその学生のモチベーションが低下するというのがあるので、そのほらみんな成長してるでしょみたいな形にちょっとなりつつあって、見てることがあります。でただ、まあ、それだけ頑張っても学生がなんか使われている感というのも敏感に察知するところがあったりします。だから要するに教職員が、とにかく改善自分がしたくて、それを、学生を手伝ってもらってやっていると、で
ある時にそれこれ先生がこうしたいのに僕ら付き合わされてるんじゃないとかに感じたりすることもやり方によってはねあるので、まあ、そのあたりすごく敏感に感じる